はい、どうもイカちゃんです。今回は霊夢さんの体を借りてなんですが、1ヶ月というか2024年1月がもう終わりということなので僕自身、それらを振り返ってみようかなと思います。まあ、そんな長い動画にはならないのでほんとざっくりした感じで、この動画も今日出すか明日出すかと迷うようなものじゃないので、それで今月ですね、いろいろあったんです。いろいろあったって言ってもどんなことなのか、というか情報が盛りだくさんな月だったなぁと思います。まあまあ、新しい新年を迎えて、今年も新しいものがきっといろいろと見つかるんだろうなとかいろいろ考えていたりしていましたし、その情報量の多さがすごくて、全部把握できなかったりしました。ここではあんまり紹介できないんですけど、もうそれが毎日目にするくらいにあったんです。目まぐるしいというかどんどん SNS とかで目にするので、僕自身、幸先の不安も覚えつつあったのですが、今から不安になっていても仕方がないんじゃないかなと自分で自分に問い合わせていたぐらいでしたよ。で、今月僕自身が人生で一番最悪な思いをしてしまったというエピソードがございまして、あのですね、もうこれは人生で一番後悔してもいいレベルのものを見てしまったからです。なのでそれが原因で食欲が失せたり、魚が食べにくくなったりと、結構精神的な面で追い詰められていた時が何度かあったんです。もう見返すのも無理で、ワードや関連動画などを見るたびにそれを思い出して大変でした。当然ながら何がとは言いません。僕自身それを引用する余裕がないんです。まあ、今はだいぶ落ち着いてきたんですがね。怖いもの見たさや、好奇心で見ちゃうのはワクワクしたりするんですが、時には強烈なトラウマを植え付けられることもあるんですね。で、このような影響で、活動に影響が出ていないんじゃないかと思われますが、全然そんなことはありません。そこまでもしも影響があったら、なおさら動画投稿はできていなかったと思います。それで今年から始まった、ゆっくり茶番シリーズ2024、ですが、最初こそは新しいものを意識して作っていたんですが、いざ編集に手を出してみても、いつもと変わらない感じに。どれだけリニューアルなどを施しても、出来上がるのはいつもの動画なんですよね。そのいつもの動画っていうのが今のところで言うと、自分では安定しているのかなって思います。それが作りやすい感じですし、自分でもテーマが絞りやすいかなって。それで今年の動画を作るにあたって意識していることはマイペースでもいいから、楽しく作れたらいいなと。去年は暴走していたのは確かでした。ですが今年は暴走を止め、おとなしくマイペースにやっていきたいと思っています。それと動画とは関係ないんですが、僕が空き時間などにやっているスマホゲームのサービス終了という情報を受け、落ち込んでいた日がつい最近ありました。思わず動画の概要欄にまで書き殴っているとこから見れば、リアクションが取れているかなと。冒頭でも触れている通り、今月はいろいろあったなぁと思います。どれも良いニュースばかりではないことをご理解を。ですが、まだ1年は始まったばかりです。来月というか明後日から2月ですが、先のわからない未来を見つめて、元気に頑張っていけたらと思っています。今年もチャンネルイカちゃんをよろしくお願いします。では今回はここでお開きとしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。